こんにちは、ハロチャンネルです。はい、いつものようにちびちゃんの座り練習をしていますね。だいぶ上手になりました。これね、話してもまあ倒れなくなった。まあちょっと若干マダムだがね、支えちゃってるんだけどね。まあそれでもね、こうやってちゃんと座ってるので、だいぶね、上達したかなと思います。ね。今まで男の子ってあんまりこういうのね、できなくってね。体の作りというか、まあ、女の子だと丸っこい感じでね、座りやすいんだけど、男の子はね、ちょっとね、長っぽそいというかね、座りにくい体型してんだよね。はい、あら倒れちゃった。ごはんちゃん、はい、もう一回ね、ちょっとやり直しっていうかチャレンジしました。今度はね、ごはんちゃんも連れてね、頑張ってみましたね。またもね、ちょっとどかしましたね、支えがないように。あ、ごはんちゃん、なんかね、今日ごはんちゃん、気分じゃないんだよね、座りたいね。地味にね、気分あるんだよ、この人たちにもね。座りたい時とそうじゃない時とね。今日は、ちびちゃん頑張った。ね。えらいね。いい子だ。いっぱい座ったね。私が見てない時は、一日中座ってんだけどね。人がやらせようと思うとなかなかできないもんだ。難しいですね。はい。LINE スタンプ、アフーシカレンダー、ぜひよろしくお願いいたします。詳しくは概要欄にてお願いいたします。はい。ちびちゃんの、幼稚園というか、子守というか、ね、できるかなと思って連れてきましたね。あちこちね、散らばったらね、めんどくさいから一匹だけにしましたよ。これ見て、ちっちゃくて可愛いでしょね。これね、いいね、可愛いね。なんかオレンジ色のがどんどん近づいてくる。なんだ、まあいいやね。ちびちゃんの上に乗ってるね、このオレンジ色のやつね、実はね、今日ずーっとね、乗ってんだ、ちびちゃんの上に。なんでかって？わかんない。男の子だからかな。ずっと乗ってんだ。これ。ね、ちびちゃん連れてくる前は、こんな感じの状態でね、ずーっといたんだよ。そう。ね。ちびちゃん困ったね。好かれちゃってね。人気なんだよこの子ね。気がつくとね、なんか乗っけてんだよね、上にね。そうそう、ずーっとね、そうなんだよね。そう、床にね、どんどん埋まっていくやつもいればね、そう、上に乗っかりたい人もいればね、いろいろなんだよ、忙しいの。これね、歩いてもね、取れないの。そう、可愛いからこのまんまにしてんだよね。もみもみしても何しても、降りる気ねえんだよこの人。ほらね、絶対ちびの上からね、降りないって言うんだ。可愛いでしょ、だからこのまんまなのね。それでは、この辺でね、動画を切ろうと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、評価お願いいたします。ハルチャンネルでした。